現環境に通るテラスタル、ハルモンジルクです。本日はですね、バドレックスを使っていきたいと思います。今回使っていく黒バドなんですけど、メガネ草テラス型になっています。まあ、このね、メガネ草テラス黒バドの強さ2つあると思っていて、1つ目が耐性面の優秀さ、相手のね、ミライドンの電気技ですとか、あとね、水ウーラオスの水流連弾、現環境にね、数も多いこの2つの技を半減にしていける点が非常に強力で、もう1個ね、この草テラメガネリーフストームによってね、相手の地面枠、まあ、このね、黒バドを受けに来るディンルーとかに対しても強く出られるということでね、このバドレックスの強さを何戦か実況してきたので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。それでは対戦の方へどうぞ。はい、じゃあやっていきましょう。相手のパーティーがミライドン、キラフロール、チオンジェン、ランドパオジアン、ウーラオスと。あー、これエレキシードキラフロールのやつだな。どうしよっかな。直近ミライドンか。基本的にバドの通りは悪くなさそう。ウーラゴリラバドレックスとかになるかな。それかバドから入って裏からウーラ展開していく感じでもいいか。パオジアンに対してウーラオス投げる動きみたいな。そうだね、これでいきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。さあ、相手の先発ミライドン、オッケー。まあ、これはそんなに悪くない対面。直帰なんすかね。どうしよっかな。草テラス切っちゃっても良い、全然あり。悩みどこですね。そもそも CS ミライドンはアスビで荒らすか。まあ、じゃあテラス切りますか。草テラ切ってアストラルビットで結構いいんじゃないかな。割と全体をできると思う、これで。まあ、ヤナのスカーフトンボ帰り、スカーフボルトチェンジくらいかな。さあ、ここは草テラス切っていきましょう。で、まあ、ちょっとこれでね、氷技の一環きついんですけど、まあ、裏のパオジアンとかに対しては、まあ、割とウーラオスとか強く出られるんで。さあ、ここは上からアストラルビット。まあ、ここは仮に乱数とかで耐えられても、ああ、直帰ですね。硬い。相手は稲妻ダイブ。オッケー。よし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 。これはしっかりと草テラスで受けていく。オッケー。で、ここはこのままアストラルビットで突破しちゃいましょう。裏受けれるやついないと思うんだけどな。仮に裏がなんかフロルチオンジェンとかだったら、結構このバド重いと思うんだけどな。そもそもアストラルビットの一環がめちゃくちゃできてそう。パオチアンとか、まあ、スカフーラとかがいる場合だけまだちょっとわかんないかな。さあ、相手は引っ込める。まあ、チオンジェンかな。引いてくるんなら。あ、ランドロス。え？大丈夫それ。おい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 。ここはアストラルビット。おりゃー、強。強すぎー。メガネバドレックス強すぎる。相手 HB ランドとかだったのかな。HB ランドか、まあ、スカーフランドか、ちょっとどっちかわかんないけど。スカーフだったら死、あの死に出しでもいいし。ウーラオス。はいはいはい。あ、こっちがスカーフっぽいかな。スカーフインハで突破してこようって感じかな。ここ相手トンボ安定か、一旦ウーラを繋げよっかな。そうだね、一旦ウーラ投げでいいと思う。ミライドに対してあんまり役割が持てないから、ウーラオスが。さあ、ここはウーラ投げて、相手がスカーフウーラじゃなかったらもうバドで勝ちなんで。オッケー、インファイト。さあ、ここは同速勝ってくれたらほぼ勝ちだし、まあ、仮に同速負けても、まあ、ゴリランダー出しが成立するはずなんで、ここはインファ打っていきましょう。オッケー、上取ってる、ナイス。ここはインファでウーラ突破。オッケー、いい。いや、これはバドもウーラもマジで強い。あ、相手のウーラのね、処理だけめんどくさかったんだけど。ここはしっかり同速勝ってくれたのもナイス。じゃあ、ここ負けてた場合は、ゴリランダー投げて、で、まあ、一旦裏に引かせて、どうにかって感じだったかな。ここはインファレンダで。オッケー。はい、対戦ありがとうございました。これは草テラバドもウーラも強かった。はい、じゃあやっていきましょう。相手のパーティーが黒バド、ディンルー、カイリュー、ゴリランダー、ヘイラッシャ、イーユイと。さあ、どうしますかね。まあ、ウーラから入ろうかな。ウーラバド、カイリューとかに。ちょっと相手のね、カイリューがきついんですけど。カイリュー式ならオーロンゲ欲しいんだよな。どうしよっかな。そうね、カイリューの枠をオーロンゲとかになるかな。そうだね、1体クッションいた方がちょっと動かしやすそうか。あ、それかウーラオスの枠をカイリューか。いや、まあでもこれでいこうかな。うん、これでいきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。さあ、相手の先発ディンル、オッケー。これは草テラリーフストーム、あー、ウーラオスか。頭の中で初手クロバドレックスを出していた。あー、じゃあここはトンボから入りましょうか。テラス切ってこない。まあ HB っぽいかな。ステロから入りそうだし、一旦バド出しちゃおうかな。ここはバドレックス。まあ相手視点アンコールも見えるから、まあ裏とか引いてくれたら美味しいし。さあ、相手はそうだよね、ステルスロック。草テラまで切っちゃうかどうかだよな。悩ましいですね。落とせるかどうかか、草テラ切らずに。トンボの削りはあるんだけど、あ、落ちそうだな。結構落ちそうだな。まあ、リーフストーン打つか。引っ込める。リーユイとかですかね。裏から来るのは、これ誰だ？コロノスパー。あ、クロバドレックスか。マジか。やるね。まあ、フェアリー技読みとくかな。
いや、ここ草テラスまで来ちゃった方が良かったかな。強強あー、ここ草テラリーフストーンは全然ありだな。相手の攻撃一発耐えるし、刺っちゃうかな、草テラリーフストーンで。ちょっとテラスは切って良かったですね、多分。うん、まあ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 、まあ、ただこれ裏のラス位置がカイリュウとかだったらオーロンゲで壁張って結構詰め切れそうだし。オッケー、上取ってる、ナイス。まあ、じゃあテラスいらなかったけど、これはしょうがない。同速勝負の時にね。オッケー、対戦外した。まあ、こっちはちゃんとテラスのケアもして、あ、テラス、あのね、相手の、あの、同速負けのね、ケアもしてましたから。これは素晴らしい。いや、これはリーフストームがめちゃくちゃ刺さりましたね。はい、対戦ありがとうございました。スイッチ減らしたとこかな。チャンネル登録、高評価、よろしく。はい、じゃあ寄っていきましょう。相手のパーティーが、コライドン、ランドロス、羽ばたく神、パオジアン、ディンルー、うねる、源。さあ、どうしますかね。コライドンね。まあ、カバは欲しいかな。まあ、ウーラバド、カバルドンとかかな。ちょっと相手の神重いか、それ。むずいね。カバがいないと、コライドン重く。ウーラがいないと、パオジアンが重いんだよな。いや、てかまあ、うねる、源も普通にやべえか。どうしようかな。ゴリラ欲しいんだけど、パワーゴリラの選出だと、パワーゴリラバドレックスの選出だと、相手のパオジアンやばいし、それからロンゲ？あー、まあ、なしじゃないな。そうするか。ロンゲバド、カバルドンにしようかな。これでいきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。さあ、相手の先発、コライドン。オッケー。まあ、悪くない対面ですね。まあ、じゃあ、ここは一旦、リフレクターから入っちゃいましょう。まあ、損ないはずなんで、リフレクから入りましょう。こういう時どうなんだろうね。捨てゼリフからカバルドン出しとかもありなんかな。そうなるとちょっとね、光の壁張りないから、結局、まあ、トンボが、あ、剣舞か。剣舞なら、剣舞か。剣舞だったら捨てゼリフから一旦カバ出しかな。相手はテラスを切ってくる。このテラスフレードだったかですかね。さすがに、中からして壁張って、ああ、鋼テラスか。おーん、相兵かな？オッケーオッケー。まあ、でもこれは、まあ、しっかり捨てゼリフ打っているんで、まあ、そんなに問題ないはず。ここはカバルドン出していきましょう。アイヒある感じかな。ここはカバルドン出して、カバ投げて、ここオーロンゲ出してもいいな。引いてくるかどうかですね。オッケーオッケー、いい耐久。ただ晴れなかったら普通にオーロンゲ一発は受けられると思うから。テラスも切ってるしね、相手。一旦ストーンに地震から入っちゃおうかな。ただね、一旦地震で水面出てきてもまだオーロンゲ出しが通ると思うから、ここは自信から入ります。さあ、裏から出てくるのはランドロス。なるほど。ランドか。じゃあ、ステロマイチャー痛かったけど、まあ、これはしょうがない。挑発があるかどうかですね。まあ、ここは一旦、素直にステロから入りましょうか。挑発あるか。ああ。まあ、ここはもう一回オーロンゲ出しで、まだ間に合うはずなんで、ロンゲ出していきますか。ああ、バド出してもいいけどな。エナジーのメガネ神だけやばいか。エナジーっていうかその、S ブーストしたメガネ神だけやばいんだよな。まあ、一旦ロンゲでいっか。ちょ、安定取ります。まあ、これね、ランドのトンボ返りから、まだれ出てきても別に、対応できるんで。ここは一旦安定取ってランドです。ランドですね。オーロンゲ出して。コライドン出てきたらもう一回スゼリフからカバルドン出しでいいし、羽ばたく神が出てくるんだったら、あーまあでもコライドン出して羽ばたく神釣り交換とかがあるか。あ、ディーンルー。おー、なるほど。ディーンルーか。ディーンルーか。オッケー、でも光の壁を張る必要はなくなった。ちょ、ソルクラリ削ろっかな。まあ、直帰とかの可能性もあるんで、まあ、ちょ、ステロ巻いてきそうな感じもあるけど。あーでも、結構入るな。相手は？ああ。恐ろしい恐ろしすぎ、恐ろしすぎるが、ここで砂もやめ、直帰っぽいですね。ここはソルクラ連打します。人類削っちゃえば割とバドの通りも良くなると思うんで、ここはこのままソルクラ連打していきましょう。相手はランドロス出しか。それは全然構わないかな。ランド削れても全然美味しいし、ここはソウルクラッシュ。あった、 HB だな。うーん、リフレクアウト一旦。捨てゼリフから入っても良い。ちょっとね、ここ、挑発をもらうとめんどくさいから、一旦捨てゼリフから入ろうかな。多分ここ相手、まあ、トンボが挑発だと思うんで、両対応できるのがバドレックス出しになるかな？バド出し。あ、バド出しでもいいか。いや、でもバド出しでいいかな。バド出しちゃいましょう。バド出して、トンボからディンル出てきたら、まあ、草テラリーフストーム切っていいと思うし、その時にコライドンに起点にされないかだけが問題か。トンボ返り。
それは構わない。サテラリフスト切っていいかな、これ。サテラリフスト打ってきたとして、一回カバルドン出す。成立してる気がするんだけどな。ちょっとリフレク切れちゃうんですけど。剣迷ってくるでしょ？オールンギラシでいいか。そうだね。それで通りそうかな。とりあえずここはクサテラリフストームで行きましょう。ここはクサテラスが生きるはず。どう？ここはバドレックスでクサテラス。結構これでいけると思うんだけどなぁ。相手はテラスを切ってね。オッケー。いい。チョッキリンヌですが、今回はクサテラバドのリーフストームなんで、さすがにワンパンナイス。ワンパンではないけどね。しっかりと倒して。まあ、ロンゲの削り目なかったですね。で、ここでもう一回、トライドンが出てきて、トライドン出てくる。ここでロンゲ出すかカバルドン出すかなんだよな。カバから入って剣舞打たれると、まあ一応めんどくさいか。リフレク貼ってでいいかは。オーロンゲ出そうかな。ここはオーロンゲ出します。オーロンゲ出して、そもそもね、S 上昇されなかったら別にバドレックスで処理が効くから、ここはいいんだけど。アイアンヘッド、まあわかる。カバルドンで一回流してでいいかな。うん。カバで一回流して結構勝てるんじゃないかな。ここはカバルドン投げていきましょう。カバルドン出して、あくび連打とかでいいんじゃないかな。相手がラムとかじゃなかったらこれで詰め切れそう。ここはあくびから入ります。研磨いい。まあ最速置きは切りますかね。そうだね。ここは自信打ちます。ランドロス引いてきたらバドレックス出しで多分勝ってて、スケショか。オッケーオッケー。スケショはまださすがに耐えてくれるから。いいね。さすがカバの耐久。ちょ、耐えるよ。オッケー、耐える耐える。よし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 。カバルドン偉すぎ、マジで。最強か、このポケモン。ここは寝かせられるんで、まあ、仮に自信を耐えてきたとしても、オッケーオッケー。まあさすがに耐えない。まあ抜群で勝つ。ビーチ段階確保だからね。さすがのトライドンも突破できる。よし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 。まあ相手のラストがランドでしょ。バドで負けることないと思うんだけどな。なんかあるかな、負け筋。まあ、トンボとかもまだね、一発は耐えると思うし。まあ、ここはもうカバルドンこのまま切っちゃいましょう。まあ、あくびからでいいかな。OK。はい、対戦ありがとうございました。これはみんな強かった。素晴らしい。はい、いかがだったでしょうか。いや、しっかりね、このね、クロバドレックスの強さ見せることができたんじゃないかなと思います。本当に強かった。まあ、やっぱり、ね、このね、草テラスによって、相手のね、ミライドンの電気技を半減で受けたりですとか、まあ、あとね、相手のチョッキリンルをね、草テラリーフストームでしっかり落とし切っていく動き、攻守どちらのね、強さも見せることができてよかったんじゃないかなと思います。本当にね、この草テラメガネクロバドレックスめちゃくちゃ強かったので、ぜひね、使ってみていただけたらなということで、本日のネタルパーティーがこちらになります。まあ、なんか基本的にはね、クロバドレックスにサイクルを回して、まあ、クロバドですとか、ウーラオス、まあ、あとね、海流なんかの一環を作っていくパーティーになっています。本当にね、このクロバド中心にね、強力なサイクル構築になっていると思うので、ぜひね、チャンネル登録、高評価、下上でたくさん使ってみていただけたらなと思います。はい、それでは今回はここまで。もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメント、またね、概要欄から Twitter のフォローぜひよろしくお願いいたします。またね、終盤のランクマッチですとか公開収録の方、メンバーシップ限定でやっておりますので、ぜひね、メンバーの方も登録していただけたらなと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。